背景です。今回は秋山翔吾、ソフトバンクと交渉ということで、まあ今もう移籍先が注目をされている秋山翔吾選手が、ソフトバンクとも交渉を行ったので、今回はまあソフトバンク移籍の可能性だったりとか、まあその交渉のことについて話していきたいなというふうに思います。僕は普段ライオンズに関する動画を上げているので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めていきます。まずは、秋山選手がソフトバンクと6月23日に交渉を行ったので、まあそのことについて簡単に話していきたいなと思います。それではいつも通り記事から読んでいきたいと思います。ソフトバンクが23日、パドレス傘下 3A エルパソを自由契約となり、日本球界復帰を決めた秋山翔吾外野手に正式オファーを出したことが分かった。この日、都内で球団幹部らが秋山と面会し、約2時間の交渉を行った。条件面などを提示し、獲得の意向を正式に伝えた。球団幹部は思いは伝えました。めちゃくちゃ欲しい選手です。感触は分からないですね、と話した。ということで、まあ、ソフトバンクが正式な秋山選手にオファーを出して、で、まあ、交渉も2時間ぐらいですね、やったということでした。はい。まあ、ソフトバンクとの交渉に関しては、まあ、週末に怒られるのではないかというふうに言われていたんですけれども、まあ、少し、まあ、その言われていた日よりかは早めに行われることになりました。で、まあ、2時間話したということで、まあ、どうなんですかね、ちょっと交渉ってどんぐらいなのか僕わかんないですけど、まあ、意外と長いんじゃないかなというふうには思いました。で、まあ、そのソフトバンクの球団幹部の人も、まあ、めちゃくちゃ欲しい選手と言っているように、まあ、やはりこう割とガチで秋山選手取りに来てるなっていうのは、すごいこれを見て感じましたね。まあ、正直ソフトバンクそんなに必要かなっていうふうに、まあ西武ファンの僕からしたらね、まあソフトバンク今でももう十分強いし、まあ外野手っていうところが、まあ不足はしてるのかもしれないけど、まあ野手っていうところもね、こうリーグトップなので、そんなに必要なのかなっていうふうにも思うんですけれども、まあ、球団としてはやっぱめちゃくちゃ欲しいっていうふうに思ってるということなので、まあ、割と本当に本気で取りに来てるなっていうのは、まあ、すごい、これを読んで感じましたね。で、まあ、契約年数だったりとか、まあ、条件っていうところ、まあ、年俸とかについてはね、詳細は出てないんですけれども、まあ、割とこう、めちゃくちゃ欲しいって言ってるだけあって、まあ、本気で、まあ、お金を多分積んできてると思うし、まあ、本当にガチでこう、獲得しに来てるんじゃないかなというふうには思います。まあ、やはりこう、条件というところに関しては、まあ、オファーをしている3球団の中では最も異常件を出しているんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、まあ感触に関してはわからないというふうに言っているので、まあ秋山選手はね、本当に、まあもしかしたらこう秋山選手の中ではもうどこに行くかとか、ある程度はね、決まっているのかもしれないですけれども、まあやはりこう、そういうところはね、しっかりしているというか、まあどの各球団の勝ちとの前でもね、こう、そういうところは出さず、感情はしっかりと出さず、まあ真摯に対応しているところが、まあ見受けられて、まあすごい秋山選手らしいなというふうに思いました。まあ球団幹部の方も、まあ秋山選手のその人間性っていうところをね、すごい真面目な人間ということで、まあソフトバンクの球団幹部の人も評価をしていたので、まあやはりこうね、交渉の場でもしっかりと2時間、多分、まあ相手の話もしっかりと聞いて、まあ対応したんだなっていうのが、まあこれからは見受けられるかなというふうに思います。で、まあソフトバンクの球団幹部の方も、まあ本人も試合に出たがってるから早めに決めてくれるんじゃないかというふうに話しているということで、まあおそらくそういったこう、まあ早く決断を出したいっていうような、まあ素振りは、まあ秋山選手自身も見せていたのかなというふうには思います。まあ正直これからはね、本当にソフトバンクに対して秋山選手がどう考えてるのかっていうことは正直ちょっと読み取ることはできないので、まあソフトバンクの方はもう結構ガチで取りに行って、まあ熱意もしっかりと伝えたということなので、ちょっとここは分かんないですね。まあ秋山選手自身もまあソフトバンクとの交渉について何かコメントを出しているということではないので、ちょっと分かんないですけれども、うん、まあちょっとどうなのかなっていうところではあるのかなというふうには思います。まあただ一つ分かることとしては、やはりソフトバンクも秋山選手を本気で取りに来ているというところなのかなというふうに思います。まあ西武だけじゃなくて、まあソフトバンクもおそらくまあやれることはもう全部やってきているというのは、まあ今の記事から分かるのかなというふうに思います。じゃあ次はまあ実際にそのソフトバンクに移籍する可能性っていうところが、まあどの程度あるのかっていうところを、まあ話していきたいなというふうに思います。まあ、まずソフトバンクの今の現状から話すと、まあ、ソフトバンクは今栗原選手、上林選手、まあ、この外野手のまあレギュラー候補の2人っていうところが、まあ、2人とも長期離脱っていうところで、外野手が非常に今手薄な状態になっています。で、今彼ら2人の代わりに出ている周東選手だったり牧原選手っていうところは、活躍をしているんですけれども、まあ、2人とも内野手、本職は内野手であって、まあ、外野手ではないというところもありますし、で、まあ、柳町選手っていうところも代わりに出て非常に活躍をしているんですけれども、まあ、通年としてこう、シーズン終了まで活躍できるかどうかっていうところはまだ未知数の部分も
あります。で、まあ、毎年毎年こうレギュラーとして活躍している柳田選手も今年はねちょっとここまで打率も低かったりして、まあ、成績も低迷しているというところがあって、まあ、本当にこう今ソフトバンクはまあ楽天とね僅差で2位につけていて、まあ、非常にこう優勝っていうところをまあ後半戦本気で狙っていくことになっていくと思うので、まあ、優勝を本当にもう絶対的なものにしたいというならば、まあ、獲得はしに来るのかなといったところなのかなというふうには思います。まあ、とはいってもやっぱりこう野手っていうところはリーグトップ、チーム打率もリーグトップだし、まあ、正直こう西武とかに比べれば全然困ってないっていうのが現状なんですよね。はい。まあ、パリーグの中でも一番野手充実してるんですよ。はい、成績的には。まあ、確かにその怪我人とかいるかもしれないですけれども、代わりに出てる選手も活躍してるので、はい。なのでもしかしたらその今も西武も結構こう3位っていうところ位置につけてて、まあ、まだまだこうこれから優勝をどんどん狙っていける位置につけてるんですよね。で、まあ、もし仮に秋山選手がこう西武に行ってしまったら、まあ、ライオンズがどん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 調子を上げて、まあ、ソフトバンクとか楽天を抜かして優勝しちゃうんじゃないかみたいな、もしかしたらそういう危険性を警戒をして、まあ、秋山選手をまあ西武に渡したくない、キープしておきたいっていう、まあ、そういった部分もあるのかなっていうのはなんとなく感じ取れますね。はい。まあ、秋山選手が本当に必要って言われると、まあ、僕そうじゃないなと思ってるんで、やっぱりその西武に行かれる危険性っていうところも、まあ、ある程度警戒した上での補強なのかなというふうには思っています。で、まあ、秋山選手自身のまあ出場機会っていうところになんですけれども、まあ、今シーズンに関しては確かにその栗原選手、上林選手っていうところは、まあ、今季はもう絶望になってくるので、おそらく出場機会っていうところはある程度与えられるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、来年以降になってきた時に、まあ、彼ら2人も帰ってきて、柳田選手だってグラシアル選手もいて、で、まあ、他に若い選手も出てきてっていう風になってくると、正直ちょっと出場っていうところは厳しい目にはなってくるのかなという風には思っています。はい。なので、まあ、長期的にこう試合に出続けるってことはソフトバンクだと正直厳しいというのがあると思います。で、まあ、特に秋山選手はそのソフトバンクの別に生え抜き選手でもないし、まあ、なんならもう縁もゆかりもない選手になるので、まあ、おそらくこう戦力になれないっていう状況になってしまうと、まあ、もうすぐ、まあ、戦力外だったりとか退団っていうところになってしまうのかなというふうに思います。まあ、ソフトバンクは本当にこう生え抜き選手ですら、まあ、レジェンドと言われたような、まあ、そういう選手ですら本当にこうもう戦力にならなかったらバッサリとも退団させてしまうような、それぐらい本当にこう厳しいシビアな、チームだし、まあ、内川選手とかも、まあ、彼はね、こう、生え抜きではないけど、まあ、ずっとソフトバンクで長い間活躍してきたけど、もうね、一軍で全然出れなくなったらすぐ退団っていう形になったりもしているので、まあ、本当にそういったところではかなりこう、ソフトバンクっていうのは、まあ、シビアで厳しい環境なんですよね。まあ、その厳しい環境ではあるんですけれども、秋山選手の性格を考えると、まあ、秋山選手は本当にこうすごいストイックな選手。まあ、自分にも厳しいし、まあ、チームメイト、他人にも本当にすごいこう、厳しい選手であってあるので、まあ、もしかしたらそのソフトバンクっていう厳しい環境に挑戦する可能性もなくはないかなというふうには思っています。まあ、例えばまあライオンズに行くっていう選択って、まあ、秋山選手の中ではですけど、まあ、ちょっと言い方悪いけど一番甘い選択にはなるんですよね。はい。だってまあライオンズに行ったら、まあ、おそらくもう多分試合にも出れるし、でファンからもめちゃめちゃ歓迎されるし、まあ、球団からもめちゃめちゃ歓迎されるし、でまあ多分もうクビになることって絶対ないんですよ。もうライオンズが秋山選手をクビにするってことは、まあ、どんなに活躍できなくても多分もないと思うし、引き際ももう自分で決められる。はい。なのでも本当にこうで、まあ多分引退後の仕事っていうところもライオンズ関係の仕事、まあ、コーチなり分かんないですけど、まあ、何かしらの仕事も絶対に来るっていうところで、まあ、ライオンズに行くのが一番安全策なんですね。はい。まああくまでですけど、まあ、もちろんライオンズに行ったって厳しいことは当然あると思うけど、まあ、ソフトバンクだったりカープになったりと比べるとやっぱり一番甘い選択にはなるんですよね。そう考えるとやっぱりこう自ら厳しい場所に身を投じるっていう可能性も秋山選手の性格を考えるとなくはないかなというふうには思います。ただやはりこう秋山選手っていうところは、まあ、通算成績っていうところも多分本人の中ですごい意識している部分はあると思っていて、まあ、おそらくこう同級生の坂本選手が2000本安打行ったりしてるのも当然こう刺激になって、まあ、自分も多分目指したいっていうのもあると思うし、まあ、栗山選手が2000本安打打った時もね、ビデオメッセージで、まあ、栗山選手に近づけるようにっていうふうにも言っているので、まあ、やっぱこう2000本安打への意識っていうところはね、本人も当然あると思います。でやっぱ2000本安打ってこう積み上げていく数字で、今秋山選手は1400とか500本ぐらい通算で安打放ってるんですけれども、
やっぱりこうある程度試合に出続けないと2000本安打って今の秋山選手は達成できない数字だと思うんですよね。でもまあ先ほども言ったようにそのソフトバンクっていうところだと、まあ、毎年多分試合に出れる保証は正直ないし、なんならもう来年以降はほぼほとんど出れないって状態になる可能性だってあるんですよね。なのでまあソフトバンクでこう例えばじゃあ1年に100本打つって考えたら、まあ5年間ぐらい試合に出ることになるんですけれども、正直ソフトバンクだと5年間試合に出続けるのは厳しいんじゃないかなというふうに思っています。なのでやっぱこうソフトバンクだとちょっと2000本安打っていう夢は絶たれる可能性は年齢的な部分を考えても非常に高いのかなというふうに思うので、そういったところを考えるとちょっと可能性はソフトバンク移籍の可能性っていうところはそんなに高くないかなというふうには思います。まあ、でもやっぱこうソフトバンクっていうところはすごいこう資金力もあるチームになってくるので、まあ、条件面っていうところでは間違いなくカープだったり、まあ、西武他の球団の中ではトップの条件を提示してきるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただその秋山選手の性格、まあ、何度も言うように、まあ、その金銭面だったり契約面っていうところをまあ最優先に考える、まあ、性格ではないと思うんですよね。はい、だって本当にお金が欲しかったらそもそも多分もうレッズを退団した段階でパドレスなんか絶対行ってないんですよ。マイナーなんか行ってるわけないので、はい、なのでやっぱそういったところで考えても、まあ、ちょっとお金で動かない性格ではあるので可能性は低いなとも思うし、まあ、なんならもう福岡っていうところ、まあ、秋山選手も神奈川県出身で、まあ、神奈川の高校に行って、でまあ大学だけねちょっとあの八戸の方行ったんですけれども、またこうプロに入ってからもずっとライオンズところ、まあ、基本的にもずっと関東にいるんですよね。はい、なのでもう福岡っていうところはっきり言ってその縁もゆかりもない地にもなるので、まあ、そういったところをまあ総合的に全部考えるとソフトバンク移籍っていうところの可能性は全然高くないかなというふうに思います。まあ、その本当にまあ契約の条件っていうところと、まあ、あとは厳しい環境に身を投じたいかどうかっていうところ、まあ、ここが唯一まあ可能性っていうところなのかなというふうに思うんですけれども、まあ、総じて可能性は高くないという結論に達しました。はい、まあ、ここまでですね秋山選手とソフトバンクの交渉だったりとか、まあ、移籍の可能性っていうところについて話をしてきたんですけれども、最後に辻監督ですね、西武の辻監督も秋山選手のことについて言及をしたので、そのことに触れてからこの動画を締めくくりたいなというふうに思います。まあ、辻監督も秋山選手のことについては吉報を待つだけということで、まあ、本当にもう、まあ、辻監督もねここまでちょっと、まあ、監督今シーズンやってきて、で一番バッターっていうところが、まあ、毎年ここ 2,3 年間ずっと課題っていう風に言われてて、で今シーズンこそ一番バッター誰か固定したいっていうところでやってきて、まあ、いろんな選手を使ってきて、で、まあ、10人の選手を使ったんですけれども未だにこう誰も固定することができていないという状態なんですよね。はい、なのでやっぱりこう打線の核となる一番バッターっていうところの固定は、まあ今後ライオンズが優勝を狙っていく上でも浮上していく上でも必要なところになってくるので、まあ、監督としてもやっぱりこう喉から手が出るほど欲しい選手、秋山選手が欲しい選手なのは間違いないと思います。まあ、辻監督はこう監督をずっとやってきてた間もずっと一番バッターとして活躍をし続けているので、もう辻監督も秋山選手の実力っていうのもよく分かってるし認めてる部分はかなりあると思うので、やっぱりこう辻監督としても欲しい選手なのは間違いないかなと思います。まあ、本当にこう、まあ、僕としても本当にファンとしても秋山選手絶対来てほしいなというふうにも思うし、まあ、今シーズンだけじゃなくてやっぱ来シーズンとかもっとねこう先のことを考えた時に絶対必要な選手になってくると思うので、まあ、本当にこう辻監督と同じように、まあ、いい報告だったりとか、いい知らせが来ることを願って今後もまた動向っていうところを見ていきたいなと思います。まあ、カープともそのうち契約をすることだと思うので、まあ、おそらくもう週明けには答えは出てるんじゃないかなというふうに思うので、まあ本当にこう願いながら待ち続けたいなというふうに思います。はい、今回はここまで秋山翔吾選手のソフトバンクとの交渉について話をしてきました。ご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画を上げているので、興味のある方はぜひ概要欄の方からチェックをしてみてください。気に入った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。